戸田恵は、日本の女性声優、東京都出身、県有オフィス所属。高校卒業後に遠く、バック養成所に入所する。その際には、親の反対が強く、反対を押し切って、声優の道に進んだが、どうしても声優になりたいなら、23歳までにこの、仕事一本で食べていけるようになりなさい、ダメだったら、 親が決めた婚約者と結婚しなさいと言われたという、お尻かじり、虫の桜さん役でデビューを果たした。2021年5月7日、筋筋膜性腰痛及び、腰部神経根症を発症していたことが、自身が演じる、アイドルマスターミリオンライブ、の公式サイトにて発表された。これにより、富士急ハイランドコニファーフォレストで開催された5月23日の、 ザ・アイ・ダレム、スター・ミレオン・ライブ、セブンス・ライブ・ Q、MP ・フライヤー・リーバーンの出演を見送った。なお、出演見送りによる代役は立てなかった。2021年8月23日、新型コロナウイルスへの感染を、県有オフィスが公表。所属事務所によれば、仕事で一緒だった人が陽性となり、経過観察の後に発熱し、同月21日に、 PCR 検査を受け、8月23日に陽性が判明したという。趣味は、ヘアケア、カラオケ、ショッピング、感激。特技は、歌詞作り、イラスト、カッパ捕獲許可証を持っている。ふとじは、メインキャラクター。映画、テレビ、ドラマ、アニメは、インターネット配信。ありがとうございます。